ただきます。ごちそうさまでした。いただきます。いただきましょうか。あー、なんか空いたよ。これ朝飯食ってないからね。ありがとうね、作ってくれて。ついに目と取りに行ってくるわ。誰かがちょっと体調悪いみたいな感じだからさ。仮病だから。仮病とは言ってないよ俺。言ってた。ん？じゃ取りに行ってくるね。お兄ちゃん、ただいま。勝手に帰ってきたよ。ただいま。来ましたよ。メイト。来た。いただくとするか、食べ物に罪はないし、作った飯はあるだけだ。いただきますと、美味しそうと。いただきます。作った主は人の心を忘れかけてるけど。ごちそうさまでした。おい、乾杯。乾杯。やっちゃいましょうか。やっちゃいましょう。さあ、とめみちゃん、今日はどうでした？今日は体調が絶不調でした。なん、しんどい一日だった。あ、そう、はい、ようやく取り戻してきたと思ったら寝る時間になっちゃった。なん、寝れそう？多分ね。お腹痛いけど。お腹痛い？まだ噴火ができてないから、内部に溜まってんのかな。そうですね、痛いね。不純物というか、不純物かどうか知らないけど、お肉という。ちったま、今日はいかがでしたか？今年は自転車4台目だ。4台目を購入しました。あ、そう、はい、初期不良とか。年間自転車購入 台数日本一じゃん、多分。いや、もっと買ってるやつがいるな。ん、素人さんでは。でもトップには入るかもしれない。買うやついないよ。でも手元に残ってるわけじゃないからね。まあ、そりゃそうだけど、うん、まあでも手に入ってよかったです。よかったで。ありがとうございます。そいつを連れて明日は墓参りに行こうかな。お花はどうしようかな。明日花を買いに行って、うん、あさって行くとか、うん、かな、うん、という感じで今日はもう寝ましょうか。寝ましょうか。今日も一日ホーキング博士だったけど、ちったまがせっせといろいろしてくれてありがとう。いいんですよ。じゃあおやすみ。はい、おやすみ。